明してて、中入ったらね、社員証ちょっと並んで、テレムで計算してましたね。テレムで計算したらまた中進んで、また並んで、今度はね、香港出国、パーシポで計算しますかね。パーシポの計算の観点ですね。まあ、香港人と観光客ね、ちょっとペチペチ分けましてですね、皆さん観光客いろいろ簡単だなんで、パーシポ計算してますよね。今これ、さっき発生している出国の管理ですがね、そこの簡単なところを渡します、ね。まあ、パーシポの計算だったらまだ中進んで、中入ったらね、すごい広い待合施設、ショッピングセンター、トイレ、銀行、レストラン。